マスマインライト。今回のテーマは複素係数の二次方程式です。複素係数を持つ二次方程式には解の公式を用いることはできるのでしょうか。そんな複素係数を持つ二次方程式について考えてみましょう。ではまず二乗して虚数 i となるような数を求めてみましょう。実数 ab に対して z イコール a プラス bi として、z の2乗イコール i を解けばよいので、a プラス bi の括弧の2乗イコール i より、a の2乗マイナス b の2乗プラス 2abi イコール i が得られ、実数部分と虚数部分の連立方程式、a2 乗マイナス b の2乗イコール0、2ab イコール1を解けばよいことになります。これより b を消去して、2a の2乗マイナス1かける 2a の2乗プラス1イコール0となるので、 a が実数であることより 2a の2乗マイナス1イコール0を解けばよいことになります。これより a と b の値が定まり、 z イコールプラスマイナスルート2分の1プラスマイナスルート2分の 1i となります。では二次方程式 x の2乗プラス1プラス ix マイナス2マイナス i イコール0について、実数解と複素数解を求めてみましょう。まず実数解です。与えられた方程式を実部と虚部に分けて、 x が実数であることより連立方程式 x の2乗プラス x マイナス2イコール0とx-1 イコール0を解けば良いこととなります。これより x イコール1となります。では複素数解はどのように求めれば良いでしょうか。解の公式を用いると次のようになります。ここのルート8プラス 6i の部分はどうすれば良いのでしょうか。ルート8プラス 6i を次のように極形式に書き直します。ここで2分の1乗なので、ドモアブルの定理より、各シーターを2分の1シーターに変形します。さらに半角の公式を用いて式変形し、コサインシーターが5分の4であることを用いると、3プラス i を得ることができます。よって1により x の値は1とマイナス2マイナス i となります。ここで実数解1を持つと分かっていれば、2つの解を1と α として解と係数の関係を用いることもできます。解と係数の関係を用いれば、α イコールマイナス2マイナス i をすぐに書き出すことができます。このように解の公式を用いて複素数解を求めることができるのです。では今のやり方で複素係数を持つ二次方程式の解を求めることを考えていきましょう。まず次の補題を考えます。複素数 α に対して次が成り立つ。括弧 1α の虚部が0以上の時、ルート α は次のように与えられ、括弧に、α の虚部が0より小さいとき、ルート α は次のように与えられる。では証明していきましょう。α イコール r 括弧コサインシータープラス i サインシータと置きます。このとき、ルート α は α の2分の1乗なので、次のように変形できます。また、コサインシータは α の実母を r で割った値となるので、半角の公式を用いて、コサイン2乗2分のシータとサインの2乗2分のシータの値が次のように求まります。マイナス π 小なりイコールシータ小なり π よりコサイン2分のシータ大なりイコール0となります。ここで α の虚部が正か負によって場合分けをします。
まず、アルファの虚部が正のとき、サイン2分のシータ大なりイコール0なので、コサイン2分のシータおよびサイン2分のシータの値は次のようになります。よって、先ほどのルートアルファの式に代入すると、次のように求まります。次に α の虚部が負の時を考えましょう。この時は sin2 分の θ が0より小さいので、cos2 分の θ および sin2 分の θ の値は次のようになります。よって先ほどのルート α の式に代入すると、次のようになります。では例題を一つやってみましょう。次の3つのそれぞれの値を求めてみましょう。まず、括弧1です。α イコール8プラス 6i と置くと、α の大きさ、実部虚部は次のようになります。虚部の値は正なので、先ほどの定義の式に代入すると、ルート α の値は次のように求まります。次に、括弧2です。α イコールマイナス3プラス 4i と置くと、α の大きさ実部虚部は次のようになります。今回も虚部の値が正なので、先ほどの定義の式に代入すると、ルート α の値は次のようになります。同様にして括弧3は、α イコールマイナス5、マイナス 12i と置き、α の大きさ実部虚部を求めます。今度は虚部の値が負のなので、定義の式に代入して、ルート α の値を求めることができます。先ほどの定理より次の形が得られます。この形は明らかだと思います。さらに今の形を用いれば、一般の二次方程式の解を次のように求めることができます。これで基礎係数を持つ二次方程式にも解の公式を用いて解を求めることができることが示されました。では今の公式を用いて基礎係数を持つ二次方程式を解いてみましょう。次の二次方程式を考えます。まず括弧1です。半べ式の値を最初に求めましょう。この半べ式の値の大きさ実部虚部を求めます。虚部の値が正なので、先ほどの公式に代入すると、z の値を次のように求めることができます。次に括弧2です。先ほどと同様に、まず半べ式の値を求めます。この半べ式の値の大きさ実部虚部を求めます。今度は虚部の値が負なので、先ほどの公式に代入して、z の値が次のように求まります。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは、方落線の描く図形です。曲線群が与えられたとき、すべての接線とどこかで接するような曲線を方落線と言います。そんな方落線について考えてみましょう。それでは次回、またお会いしましょう。